あなたが5手です。3段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあレグスペよろしくお願いします。やっていきましょう。さあ何で来るかな。相手は相手の戦法が見えない。よくわからないな。ちょっと右四間の構えを見せつつですね。これどうだ。陽動振り飛車。よし出たぞこら出たぞこの野郎嬉しい。とても嬉しい。やっていきましょう。でどうするかですね。これはまあ金上がって交換は OK にしましょうか。交換 OK にしましょう。こっちってこれ何ですかね。2分30秒。とりあえず歩を突く。相手一歩なくなるんでどうなんですかね。あそこで来るんか。取って銀もらえたらなんか突破できそうな雰囲気だけどどうなんかな。まあ1回は打つよねこれね。1回は打つ。こっちに行っといてちょっとあえて構うみたいな。あえて構う形。これでどう。角をなってくるってことですね。2分。ちょっと怖いんですけど割り打ちの銀決めといて、まあ歩成りは同金角なってきたら別にって感じなんで、取ってこれどうなの。あ詰む。そんなことはないですよね。そんなことはないですね。大丈夫。これは歩なると歩なりでどうですか。歩なりでどうですか。とりあえず歩なる。で銀打ちとかある。1分30秒。5二銀打ち。5二銀打ちで詰めろしてどうすかっていう感じなんですけど、やってみたい。やってみよう。やってみたい手はやるべき。引くでいいですよね。引くで大丈夫よね。頭からの金打ちも引けばいい。大丈夫ですね。相手も受けがないんじゃないかな。受けがなさそう。金寄りか。あ、金寄りやばい金寄りはやばい。金寄りはどうする。どうと金して飛車でも取っとく。引いておく。これで詰まないから大丈夫。銀取ったら頭から金打ち。と金を取られる手は同飛車となっておけばいい。金寄りぐらいが多分一番受けれるんですけど、金寄りは同と金と取って、ああそれもあるんか。それもあるんですね。1分。なるほど。でもこれ銀になる手が詰めろじゃないか。銀になる手がもう必死なんじゃないか。なんで金寄られててもこの手でいいんじゃなかったんかな。わあ粘るけど詰んだ。詰みですね。おっしゃありがとうございました。突貫しました。2弾の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。急に始まった。よろしくお願いします。さあ、相手は刺してこないな。刺してこーい。刺してこーい。来ない。復活していく。相手が復活していく。よろしくお願いします。さあ、何でいこうかな。なるほど。ちょっと右試験の匂いをさせといて。右試験の匂いをさせといて。あれ、なんか違うぞっていう感じにします。そい。陽動振り飛車。よし、出た。出し方が分かった。なんとなく。よしよしよし。行くぞ。勝つぞ。金は上がっとこう。で、もう一、なるほど。それちょっとやばいな。これちょっとこう受けるしかないのか。これは引いといて大丈夫ですね。さあさあさあ、ちょっと大丈夫になったところで受けないといけないから金上がっとこうか。これ銀上がっといて、いや銀は左で使うんかな。ちょっとミスったか。ああ、銀左で使うべきだったかな。いや、なんか相手風ついてきそうじゃない？いや、よくないか。いや、そういうのはやめとこう。ということであれば、一回歩を交換させていただこうかな。あ、銀で出る。なるほど。銀で出るんか。どうなんだろうね、それ。そういうもんすか。2分。ちょっと角上がってみたいですね。どっちに上がるかですね。こっちに上がってみる。うわ、来たわ。ああ、交換すりゃいいんか、相手にとっては。普通いてみよう。銀で出てくる。どれ？何でくる？桂馬で素直に来た。桂馬で素直に来るんか。一回振って。桂馬で素直に来ると思いませんでした。まさかでしたね。取って。取って。1分30秒。両取り逃げるべからずですか？いや、でもあそこになったところでなんだよな。いやー、ちょっと微妙ですね。角引くか。飛車取ったら角を取りましょう。で、角なってきたら同飛と取りましょう。ちょっと苦渋の選択でした。これも痛い。痛すぎる。痛いよー。それはね、痛いよー。こっちとしては。一応銀あたり。わあ、来るね。てか取れないのか、銀。銀あたりとか言ったけど銀取れないわ。1分。桂馬で支えます。耐えましょう。ちょっと耐えて勝とう。これは耐えて勝つ案件ですね。相手の飛車がお蔵入りしてるんで、耐えて勝つ案件で、ちょっと辛口で受けて勝ちましょう。受けて勝つ。系統の銀。系統の銀は大体大丈夫。やっときゃ大丈夫。玉レトロ。これ銀打ってきたらもう情報に逃げて入玉狙いますみたいな、そんな感じですね。うん、これもなんか入玉狙ってもいい気がするな。さあどうする？入玉止められないだろう。ああ、そうですね。はい、ありがとうございました。